5月22日土曜日、沖縄アリーナに琉球ゴールデンキングスは千葉ジェッツを迎えてチャンピオンシップセミファイナルを戦います。天気は少しパラパラ雨が降っています。試合開始時間時刻前にザーッと降ってきたりしたらちょっとね、影響があるのかなって気がするんですけど、第一戦いかにというところで楽しみです。今日はどちらから？今日はトミグスクです。トミグスクから、はい、皆さんバスケットされて。そう、あ、こっちはまだですけど、こっちは。あ、そうなんですね。お父さんもバスケットされてる。そうですね、はい。チャンピオンシップセミファイナル千葉ジェッツ戦ですけど、ちょっとどっちが勝つか予想をいただきたいなと思いまして。キングスが今日勝ってます。はい、何対何？80対78で、あ、素晴らしい。でこのシリーズは、何勝何敗でいきましょう。先勝して明日は勝ってくる、はい、最後決勝に勝って2勝1敗でキングスが2勝1敗でですね、はい、ありがとうございます。何年生ですか？2年生。今日どっち勝つと思います？キングスだよね。ここに3人兄弟次男何年生？4年生、はい、誰が活躍すると思いますか？柴田選手。お兄さん中学2年生。何対何？80対70。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと今日しっかりと、はい、皆さんで応援していただければと思いますので、はい、ゴーキー。今日どちらから？あ、クォーターとセミは全部席も押さえて。素晴らしい素晴らしい、そういう方が本当に大事なんですよ。今日の試合はどうなりますか？今日は苦しいと思いますけども、やっぱりキングスが勝つと思います。そうですね、一番の攻撃を抑えられるのがポイントなので、千葉を70点台、70点台、はい、キングスは80に乗るというところで、もうこのシリーズは何勝何敗で？ですね、2勝って言いたいところですけども、連勝厳しいかな、今日勝って明日負けて月曜日に勝つ、OK、じゃあ2勝1敗で、2勝1敗で、はい、素晴らしいですね、ありがとうございます。そうなるように応援しましょう、はい、応援します、はい。